カシー宮、カシー宮は、福岡県福岡市東区カシーにある神社。直祭者。旧社格は、官兵大社で、現在は、神社本庁の別表神社。カシー神宮とご記される場合もあるが、正しくは、カシー宮である。福岡市北部、立花山南西六に鎮座する。古代には、神社ではなく、霊廟に位置づけられ、中愛天皇。 神宮皇后の神霊を祀り、貸し病や貸し非病などと称された。病の名を持つ施設として、最古の霊であったが、平安時代中頃からは神社化し、類霊のない特殊な変遷をたどった。上記のように、天皇、皇后の神霊を祀るという性格から、戦前の近代社格制度においては最高位の、官兵大社に位置づけられ、現在も直宰者として10年に一度天皇からの、 直視の参考を受ける神社である。境内の社殿のうち、特に本殿は、江戸時代後期の再建時のもので、歌詞作りと称される、独特の構造であり国の重要文化財に指定されている。祭事としては、10年に一度直祭が採行されるほか、現在も、中愛天皇、神宮皇后の命日に新人が行われている。資料上で見える故障は次の通り、いずれも読みは、 カシー、歴史的仮名遣いでは、カシー。カシー宮の創建以前にあったとされる、中愛天皇の暗宮、カリミヤは、日本初期において、カシー宮、古事記において、カシヒノ宮、新先生四録では、京皇林宮と表記されている。カシーとは、和名称にもカスヤ軍カシー里として見える古い地名であるが、筑前国族風土記では、その由来について、シーの木に、 中愛天皇の筆をかけた時に今日が漂ったことに由来するとしてる。その他、歌詞は首都や大村の意味とする説や歌詞病を朝鮮系素病と見て歌詞比のおも古代朝鮮語に求める説などがある歌詞歴史も参照。最人は次の世柱文献では最人に関してなどの小説が存在する。近世の畜前国俗風土記では神宮古豪 愛との左矢多大臣、右隅吉大臣と記載されており、明治四年1871年の神議官への届けでもそれを踏襲している。その後、大正四年1915年に中愛天皇の神霊が、拙者の小宮から本殿に遷座、合衆されたため、以後は祭人を上記よ柱としている。宮の社や、福岡県神社の解釈では、元々は、 中愛天皇、神宮皇后の両方が祭神であったとしており、はじめに、中愛天皇の神霊が、天皇宝御寺から、安宮跡地の病、かつての摂者小宮大明神にられ、ついで、神宮皇后の神霊が、神紀元年、七百二十四年の神病、現在の本宮に祀られ、これらの並列する二病が、菓子病と総称されたとする。上記の文献に見える神宮皇后祭神説は、 後世に、神宮皇后信仰が、盛んになったためとする。なお、宇佐拓仙宗州や、八幡宮、道里市では、カシいぐの神を、大たらし姫と記している。このことから、大たらし姫伝承が、神宮皇后伝説の元伝承になったとみなす説や、演技式神明町で、武前国宇佐郡に見える、大帯姫病神社、現、宇佐八幡宮の三の御殿とカシいぐとを関連づける。 説がある。日本初期、古事記によると、中愛天皇八年に、天皇は、熊祖制伐のための精製で、畜死の安宮の菓伊宮、菓伊井宮、木、菓伊の宮に至ったが、中愛天皇九年に、同地で放御したという。菓伊宮の社記、菓伊宮変年期によれば、その後養老七年、七百二十三年二月六日に、神宮皇后の神託があったため造営を始め、 神気元年、724年12月20日に病として、創建されたとする。現在の歌詞宮社殿では、中愛天皇9年時点ですでに、神宮皇后の手で、中愛天皇病が建てられたとした上で、さらに養老7年の皇后の託戦により、神気元年に皇后病も建てたので、これら2廟をもって、創建とし、歌詞医病と創称された、としている。述の通り、 創建当初から10世紀中頃まで、カシーグ流は、文献では、病すなわち霊病として記され、他の神社とは性格を意味する。古代に神社と霊病が、どのように区別されていたかは明らかでないが、日本土着の信仰としてではなく、中国、朝鮮の創病思想を背景として創建されたする、指摘があり、中には、異国の素病とする説もある。文献では、 カシー病とシラギとの深い関係が見られ、シラギとことがあるごとに砲兵が行われている。ただし日本、シラギ間が最も緊張した、斎明天皇、天智天皇の時期、七世紀後半に、記事は見えず、文献上では、人紀五年、七百二十八年十一月が初見になるため、万葉集、史実の上でもその間の創建とされる。カシーの鎮座するカスヤ一帯は、 六世紀前半の祝いの乱に際して、筑紫君勝子から春ス宮家として献上され、大和王権の朝鮮半島進出の足掛かりを成したことが知られる。この一帯で、神宮皇后伝説が広く分布することに関して、大和王権が春ス一帯を支配強化するに伴い、一帯の古伝承が神宮皇后伝説へと観骨脱退されたとする説がある。 中愛天皇、神宮皇后は、初期天皇の中でも特に実在性が疑問視される人物であるが、そうして創出された、神宮伝説と中愛天皇の暗宮伝承が結びついた結果、天皇、皇后の病が営まれるに至ったとする説もある。歌詞一体は、古代の遺跡が分布し古くから明けていたことが知られ、日本三大実録では、 カシー病とシガシマのアマとのつながりが深い様子も見れることから、海人族を通じた海外交渉の存在を、カシーグーの起源をめぐる要素として指摘する説なども、ある。万葉集では、仁紀五年、七百二十八年十一月に、太宰卒、大友旅人、第二おのろ、無前集務男人ら三人が、カシー病を参拝し、読んだ歌、光景が記されるが、 これが確かな資料としての所見になる。筑前国風土器一文では、当時は、筑四国に至ればまず、かなり重ねぐう、かしいに参拝することを例としたと見える。国史では、天平九年、七百三十七年、天平法治三年、七百五十九年、天平法治六年、七百六十二年に、白木の武霊を報告する法兵が、伊勢神宮、 三重県伊勢市、大宮神社、奈良県桜井市、住吉神社、福岡県福岡、宇佐神宮、大分県宇佐市と合わせて、可視病にもなされた旨が記されている。また、公認元年、810年には、クスこの変に関する方兵、天朝年、八年、833年には、人形天皇即位に関する方兵などの記が見られる。他、以後も、即位、天才。 外交の度に朝廷から方兵を受けている。以上の一方で、神社ではなく病であったため他の神社のような深海女医の記事はない。上和14年847年には党から帰国した縁人が、菓子明人に教の天読を行ったほか、22年852年には縁鎮が日当前に同神に対して、白市派浜で教の報読を行っている。 延長5年、927年成立の演技式のうち、新名帳に記載はないが、式部上には、神宮寺ではなく病死、貸シ病死を置いた旨の記載や、同じく、式部上には、貸シ病宮、トネリカの記があるほか、民部式には、貸シ宮西子一煙と見え、三両、天皇両に準じる特殊な位置づけにあった。また、和名将に見える地名のうちでは、現鎮雑は、 カスヤ軍カシーザに否定される。天元2年、979年の大城寒布では、大宮寺を置くと見え、10世紀後半頃からは、他の神社と同様の扱いを受けるようになっている。また資料によると、カシー宮はたびたび消防しているが、その方を受けた朝廷では5日間にもわたって、拝聴を行っている。平安時代以降、カシー宮は、九州で、 宇佐神宮に準じる位置づけにあり、ことあるごとに、うさかしいし、和きしが、朝廷から派遣されたほか、伊勢神宮、きひ神宮、岩清水、やわた宮とともに、本庁四所の一所にも数えられた。法園六年、1 1 4 0年には、大仙寺、かま神社神宮寺、箱崎宮、かし宮の神官、僧都が、太宰府以下の屋敷を焼き討ちする事件を起こし、車両が、岩清水、 八幡宮グ領から、多ザ不領に編入された。任南元年、1166年に、平頼森が、多ザ第二として赴任した際には、本家職は、蓮華王院に寄進され、両家職は頼森が有した。頼森の死後、天久八年、1197年からは、岩清水、八幡宮グ領に編付され、その後は長らく岩清水、八幡宮の支配下にあったが、現行頃から先は、 文豪大友氏の支配下となった。貸井宮後輩の立花山には、大友氏の立花山城が築城されたが、天正十四年、1586年にその城が、島津市の侵攻を受けて、貸井宮も、社殿を、消失、さらに、豊臣秀吉から、車両も没収されて後輩したという。その後に入った、小早川高影は、神田騎信と、社殿造営を行ったが、 小早川秀明は再び領地を没収している。江戸時代には、福岡藩主黒田氏から数計を受け、車両として、天羅三年、1683年には三代藩主、黒田光幸から30国、遠鏡元年、1744年には六代藩主、黒田継高から70国、文政三年、1820年には十大代藩主、 黒田成清から五十国の寄進を受けた。また社殿は、官営十四年、1637年に、本殿、廃殿が消失したが、官営十一年、1644年に二代、藩主、黒田忠之によって再建され、さらに共和元年、1801年二十代、成清によって改築されるなどの整備を受けた。現在の本殿、国の重要文化財は、 この成木よによる、共和元年次の再建になる。別当時はかつて十六坊あったというが、江戸時代には五国寺のみであった。明治維新後、明治四年、1871年6月に、近代社格制度において、国兵中車に弟子、明治十八年、1885年には、官兵大社に昇格した。大正十三年、1924年には、 十年に一度の直視参考も定められている。戦後は神社本庁の別表神社に列している。主要社殿は本殿、平殿、拝殿からなる。そのうち本殿は、共和元年、1801年の福岡藩主十代、黒田長淳、黒田成清による再建で、南面して建てられている。二者は桁行三沙和家太雪三軒、張間三軒、入萌屋造り、 正面に、千鳥ハフを伏すで、左右側面に、各一軒に車寄せを伏し、正面と左右側面にはそれぞれ後輩一軒を伏す。屋根は日和だぶき。内部は張り間三軒を、外人、内人、内内人に分け、かつ外人左右に、四肢間一軒を有する。このような構造の起源は明らかでなく、貸具本殿にしか見られない独特なもので、貸作り貸し作りと称される。 この本殿は国の重要文化財に指定されている。本殿前に建てられる平殿は一般的な神社でいう拝殿に相当する建物であるが、カシーグでは古来直視が平白を捧げる場所であるとして平殿と称されている。この平殿からは左右にスカシベイが伸び本殿を取り囲む。また平殿前に建てられる拝殿は土間式で正面には カシーグーの直額が掲げられている。これら社殿群の正面には、注文が位置し、この注文の左右には、回廊が接続する。これら本殿に続く、社殿群は、明治31年、1898年頃の、再建になる。以上のほか、丘陵の麓に位置する老門は、明治36年、1903年の再建になる。また、注文内には総学殿、 新横、新線所が、注文街には、直視館、直視宿泊所、絵馬堂などの社殿がある。頓宮、すなわち、信仰式の際の御腰の見宮は、元宮西方の鹿児島本線の直視道踏切付近の丘に位置する。中世以前は、神殿、廃殿も存在したが、中世以後後廃し信仰も途絶えたという、明治六年、1873年に、 信仰式が再興され、明治40年、1907年には常設の社が建てられ、カシグーハ浜殿とも称された。現在も、各年4月の新規宇治港祭りで、宇治港が特別な衣装を身にまとい、トングルへの信仰が再行される。トングル境内には、万葉家碑として、人気5年の万葉家三種が3畳、耳の記号で、明治21年、 1888年に建立されている。カシーグーから西に伸びる山道は直子道と称される。古くは神の道として直子参考並びに信仰式の時のみに使用されたという。この直子道は、東宮や境ッ抹茶浜男神社を経て海岸まで約1キロメートル続く、クスキの並木道であるが、この並木は大正15年。 1926年に、楠の木の苗木が封建されて整備されたことによる。直指道の先には、神宮皇后ゆかり地というお島、三島、境外抹茶お島神社が、鎮座があり、このお島に退治して陸側に、浜鳥居が建てられている。なお、かつての海岸線は、東宮や境外抹茶浜男神社の付近にあったが、現在までに、埋め立てが進んでいる。 この直指導付近一帯では、カブト塚、ヨロイ塚、クビ塚、ミミツカなど、神宮工業に関わる伝承地が分布する。説末社として、拙社二社、いずれも境内社、末社十社、境内八社、境外二社の、計十二社があるほか、所管者四社、いずれも境外社を所管する。関係者は次の四社、直際社たる、カシーグルでは、式年祭として、 直祭が10年に一度の10月9日に採行される。この直祭は、天皇から派遣された直使が、菓子宮に奉兵を行う祭事である。国史によれば、菓子宮にはたびたび奉兵士が使わされたことが知られるが、これは鎌倉時代に途絶えたという。江戸時代に入り漢方四年、延教元年、1744年に再興され、その後は60年に一度の孔子年に、 参考することとなった。そして、大正十四年、1925年二十年に一度の参考に改められ、現在に至っている。歌詞宮で年間に行われる祭事の一覧。以上の祭りのうち、春季、秋季の大祭では、獅子学が奉納される。獅子学奉納の期限は明らかとなっていないが、漢方四年、延教元年、1744年の、 直災最高の際の奉納が知られる。この詩学は福岡県指定向け民族文化財に指定されている。所在地、交通アクセス、原点出典・書籍、サイト。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。